まあ、手塚選手は多分そうですね、まあ、強い選手だったんですけど、まあ、内に来ていろんな部分打撃だったり、いろんな部分の修正をしながら今また成長していると思うんですよね。第3代バンタム級王者手塚元信、現在グラチャンバンタム級で最強とされる手塚がホームとする大阪大会のメインに登場。対戦相手は堀智彦。堀は2009年ディープバンタム級トーナメントで優勝、大塚貴文、今成正和らトップ選手たちとしのぎを削ってきた。もともとすごい実力がすごいあるっていう選手で、まあ、選手関係者にはすごい評判の高い選手だったんです、まあ、なかなか結果につながらなかった選手なんですけど、グラチャンに参戦するとチョークで2連続一本勝利を収めた。プロデビューから15年目にして調子は過去最高という堀。じゃあとりあえずチャンピオンじゃなくて手塚選手1回お願いします。まあまず僕勝ちます、お願いします。でこの2人どういう戦いかするかによって多分次のタイトルにかなり近づく形になるのかな。今年のバンタム級戦線を占う一戦の行方は。